オラトドース、皆さんこんにちは、マリコです。世界地図を広げた時にすぐにスペインの場所がわかりますか？スペインにいくつの県があるかご存知ですか？今日はスペインってどんな国というのを行政区分や地理的な側面からフォーカスしつつ、6つのキーワードから紐解いていきます。Vamos a empezar。 まず1つ目、スペインの位置。世界地図を見てみましょう。日本はここ、そしてスペインの位置はここになります。ユーラシア大陸の西の果て、ヨーロッパの最南端に位置します。このスペインが位置する半島をイベリア半島と言います。イベリコ豚のイベリコはここから来た名称です。スペインの中ではバルセロナが一番東側にある大きな都市なので、一番日本に近い位置にあたります。東京からバルセロナがちょうど1万キロほどです。地球4分の1周ほどですね。マドリードはイベリア半島のど真ん中に位置します。日本と比較してみると、マドリードの緯度は宮城県の仙台あたり。バルセロナの緯度は北海道の南端の松前町あたりになります。意外と北にあるという感じがしますね。次は2つ目、スペインの大きさと気候。まず面積は日本の面積の約 1.3 倍、人口は日本の人口の約3分の1ほどです。気候は地方によって全く異なります。山もあり海もあり、そして面積も四角形に広いので、それぞれの場所がそれぞれの気候区分に属します。内陸性気候のマドリードは空気が非常に乾燥しています。また寒暖の差が激しいのも特徴の一つです。ちなみにマドリードの標高は667メートルと意外に高いところに位置します。私はマドリードの郊外に住んでいるんですが、標高は700メートルを超えています。もうちょっとした高原ですよね。ここまで来るとマドリード市内よりもいつもだいたい3度ぐらい気温が低いです。地中海性気候に属するバルセロナの気候は1年を通じて温暖です。マドリードよりも湿度がずっと高くて、その意味では少し日本に似た気候です。南部のアンダルシア地方も典型的な地中海性気候です。アンダルシア地方はアフリカからの熱風が来るために夏の暑さは過酷です。続いて3つ目、スペインの県の数。日本に1都1道2府43県の47都道府県があるように、スペインには50の県があります。県をスペイン語でプロヴィンシアと言います。県の下の行政区分、日本でいう市町村にあたるものをムニシピオと言います。スペイン全土で8111のムニシピオがあります。ムニシピオの大きさは大小本当に様々で、一番大きいマドリード市で約300万人、一番小さいのがビジャロイヤというムニシピオでたったの8人です。それぞれのムニシピオには首長がいて、これが市長、町長、村長にあたります。国政の投票権はスペイン国籍を持つ人のみに与えられています。一方でムニシピオの市長を決める選挙では、住民票がスペインにあるヨーロッパ市民にも投票権が与えられています。ただ私は住民票はスペインにあるんですが、国籍は日本で、日本人はヨーロッパ市民ではないために、スペインにおいてはどの選挙でも投票権はありません。ちなみに私はスペイン人と結婚しているので、スペインの永住権をいただいています。しかもスペイン政府からはスペイン国籍を取得する権利までもいただいています。でも日本国籍のままにしているのは、日本は二重国籍を認めていないために、まあいくつかの例外はあるんだと思いますが、私のケースはその例外には当てはまらないので、
スペイン国籍を取得すると自動的に日本国籍を失わなければいけないことになってしまうために、スペイン国籍を取得していないわけです。スペインにおいては選挙権がないことを除けば、その他は義務も権利もすべてスペイン人と同じですし、生活する上では全く問題はありません。このようにスペインの政治への参加権はないんですが、私のように海外に住んでいる日本国籍の日本人にもちゃんと日本の選挙権はあります。一番最後に住民票があった市町村の選挙管理委員会が在外選挙認証というのを発行してくれて、これがあると海外にいても投票することができます。投票は多くの場合大使館などで行われます。私の場合はスペインに住んでいますが、この在外選挙認証があれば、例えば選挙期間中にドイツに出張中でもドイツの日本大使館で投票することもできます。もしその期間に日本に一時帰国中なら、これを使って日本で投票することも可能です。話が少しずれました。スペインの話に戻していきましょう。そして4つ目、スペインの州の数。先ほどスペインには50の県があるとご紹介しました。スペインにあるこの50の県が17の自治州にまとめられています。自治州をスペイン語でコムニダ・アウトノマと言います。さらにアフリカに2つの自治都市があります。セウタ市とメリジャ市がその2つの都市です。自治都市をシウダ・アウトノマと言います。この自治州ですが、例えばカタルーニャ州、バスク州、ガリシア州、アンダルシア州などはとても有名な州なので、もしかしたら耳にされたことがあるかもしれません。スペインは州によって様々な特色があって、食文化にも大きな違いが見られます。またスペイン全国どこでもスペイン語が公用語ではありますが、カタルーニャ語、バスク語、ガリシア語などはそれぞれの州ではスペイン語と並んで公用語とされていて、同じ国ではありますが話す言葉さえも違います。次は5つ目、地理的な特徴。スペインのあるイベリア半島はそのほとんどがスペインとポルトガル、さらにアンドラ公国という小さな国、またピレネ山脈にはフランス領の一部もあったり、有名なジブラルタル海峡のジブラルタルはイギリス領となっています。イベリア半島の最北端の地はエスタカデワレス岬、ポンタデエスタカデワレス、ガリシア州にあります。最南端はタリファ岬、ポンタデタリファ、アンダルシア州にあります。イベリア半島の最南端地点ですが、同時にヨーロッパ大陸、ユーラシア大陸の最南端地点でもあります。ジブラルタル海峡に面していて、対岸にはアフリカが見えます。最西端はロカ岬、カボダロカ、ポルトガル領になります。ここはイベリア半島の最西端だけでなく、ユーラシア大陸全体の最西端の地で、私も15年以上前になりますが、一度だけ訪れたことがあります。最東端はクレウス岬、カボデクレウス、カタルーニャ州にあります。ここはスペインの有名な画家、ダリの生まれ故郷のすぐ近くです。ダリの非常に有名な作品に、記憶の個室という絵があるんですが、柔らかい時計の作品といえばわかりやすいでしょうか。皆さんもきっとご覧になったことがあると思います。この作品のモチーフとされている風景がクレウス岬です。著作権の関係で絵を載せることができないんですが、ぜひこの動画を見終わったら、記憶の個室または柔らかい時計で検索してみてください。動画を見終わってからにしてくださいね。スペインの北東部に位置するピレネ山脈がフランスとスペインの国境になっているんですが、17世紀のフランス王ルイ14世はヨーロッパはピレネーで終わるという言葉を残したり、かの有名なナポレオンもピレネーの向こうはアフリカといったように、
イベリア半島の文化は非常に異国情緒に富んでいて、その他のヨーロッパ諸国とは一線を画する部分があります。これまでの歴史を振り返ってみても、いろいろな文化、文明が融合してきました。しばしば文明の十字路という言葉も使われます。フラメンコのような文化が生まれたのもこの融合のおかげです。その意味でもイベリア半島やスペインの歴史を紐解いていくのはとっても面白いんですが、これは壮大なテーマになっていくので、また別な動画でまとめていきたいと思います。最後、6つ目。イベリア半島以外のスペイン。このようにイベリア半島のこの大陸部がスペイン国土の約 98% を占めていますが、スペインには諸島や飛び地などもあります。まずはバレアレス諸島。これはスペインとイタリアの間、地中海に浮かぶ島々からなる諸島で、これらすべての島全体で一つの自治州となっています。大きな島がマジョルカ島、小さな島がメノルカ島、そしてヒッピーカルチャーやクラブカルチャーの聖地としても有名なイビサ島もバレアレス諸島の一つです。このイビサ島は、イビサの生物の多様性と文化として世界遺産にも登録されています。もう一つがカナリア諸島。カナリア諸島はアフリカ大陸の西側、大陸から約100キロほどのところにある7つの島からなる諸島です。2つの主要な島、グランカナリア島とテネリフェ島、それぞれを県とする2つの県となっています。このテネリフェ島にはスペイン最高峰のテイデ山があります。テネリフェ島は世界で第3位の規模を持つ火山島でもあります。ここは2007年に世界遺産にも登録されました。飛び地としてはセウタ市とメリージャ市がアフリカ大陸にあって、それぞれモロッコと国境を接しています。セウタ市はアフリカ大陸にあるものの、ジブラルタルにほど近くて、スペイン本土とも行き来しやすい地理関係にあります。ちなみにジブラルタル海峡の一番狭いところは、ユーラシア大陸とアフリカ大陸の間がたった14キロしか離れていません。メリージャ市はセウタ市と並んで1995年に自治都市となりました。それまでは対岸にあるスペイン本土のマラガ県に属していたんですが、本土とはフェリーでも片道6時間以上とかなり離れているために、生活物資はモロッコ側で調達しています。Vamos a repasarlo una vez más。もう一度復習してみましょう。日本との距離は約1万キロ。広さは日本の約 1.3 倍。人口は日本の約3分の1。マドリードの緯度は宮城県の仙台市あたり。バルセロナの緯度は北海道南端の松前町あたり。マドリードの標高は意外に高くて667メートルです。スペインの州、県、市町村の数。17の州。コムニダスアウトノマがあります。この下に50の県、プロヴィンシアがあります。そして県の下に8111のムニシピオ、市町村があります。アフリカに2つの飛び地があります。セウタ市とメリージャ市があって、この2つが自治都市、シウダッアウトノマとなっています。地理的特徴。イベリア半島はほとんどがスペインとポルトガル。北部にはアンドラ公国という小さな国。ピレネー山脈にはフランス領の部分もあったり、南端にはイギリス領ジブラルタルもあります。最北端の地はエスタカデワレス岬、ポンタデエスタカデワレス、ガリシア州にあります。最南端はタリファ岬、ポンタデタリファ、アンダルシア州にあります。最西端はロカ岬、カボダロカ、ポルトガル領になります。最東端はクレウス岬、カボデクレウス、
カタルーニャ州にあります。しばしばヨーロッパはピレネーで終わる、ピレネーの向こうはアフリカと表現されます。イベリア半島は文明の十字路とも呼ばれます。イベリア半島以外のスペイン、大陸部はスペイン全領土の 98% を占めます。このようにスペインというとイベリア半島の大陸部を主に指すんですが、スペインには諸島や飛び地もあります。2つの諸島、一つはバレアレス諸島、スペインとイタリアの間、地中海に浮かぶ島々からなる諸島で、一つの自治州となっています。カナリア諸島。カナリア諸島はアフリカ大陸の西側、約100キロほどのところにある7つの島からなる諸島で、大西洋に浮かんでいます。テネリフェにはスペイン最高峰のテイレ山があります。標高は3718メートル。テネリフェ島は世界で第3位の規模を持つ火山島でもあります。セウタ市とメリージャ市はスペインの飛び地としてアフリカ大陸にあります。スペインの領土や行政区分のまとめいかがだったでしょうか。スペインの北と南では気候にも言葉にも文化にも食生活にも大きな違いが見られて、まるで別の国のような感じさえします。こうした各地方それぞれの魅力も少しずつ動画でシェアしていきたいと思います。こちらの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。このチャンネルではスペイン語だけでなく、スペインでの生活やスペインの雑学などを発信しています。チャンネル登録をしていただけると新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.